ティの今日はいい日、明日はもっといい日。はい、さい、2019年11月15日、はい、ですね、うん、第212回目を迎えました。リューティーの FM 気のワンデラジオ、その名もリューティーの今日はいい日、明日はもっといい日、その1です。はい、おはようございます。おはようございます。今日がですね、実は収録放送なんです。そう、生放送じゃないの。そうなんです、うん、そうなんです。あ、取られた。あれあれおかしいな。ちょっとね、前日にね、うん、収録してますけれども、うん、はい、金曜日、リハーサルが早い現場がありまして。そうなんですよ。そうなんですよ。だから今の天気もわからないんですけれども、うんうんうん、前日の今日は、うん、こんなに天気がいいのでそうね、明日もきっといいんじゃないかな。うん、そうねって思ってますよ。わからんけどね明日のことはいかがですかいかがお過ごしですかですかさあ、ですね、うん、今日はで15日ということでですね、うん、もう発表したいことがね、いっぱいあるはするんですけど、 ありますけどね、これ今日まだ言えないよね。あ、まだだね。そうですね、まだよ、うん、そう、まだ、もうちょい、もうちょい我慢よ。もうちょい我慢ですね、うん、まあまあ一個発表できるやつとしては、うん、今週の日曜日、うん、日曜日でしたっけ、17日日曜日、うん、合ってるよ、はい、にですね、うん、イオン茶炭店、イオン茶炭店でですね、うん、ちょっと別の曲になってしまうんですけども、はい、ラジオ沖縄、うん、ラジオ沖縄の、ヒップさんの番組ですね、うん、なんでしたっけ、ダーティービューティーのヌーソーガダーティービューティーのヌーソーガにゲストでね、うん、演奏させていただきます。緊張する。私3人で出る以外は初めてですよ。あ、本当、もっと緊張すること言っていいですか、うん、何ですか。ダーティービューティーのヌーソーガの公開収録、うん、はい、緊張しますよ。それだけでもこれ多分初めてなんですよ。マジ。そう、わーお。もっと緊張すること言っていいですか。何、まだあるの。ゲストにね、うん、木梨昇吉さんもいるらしい。わーおやばいね。じゃあ鼻歌おうかないや、怒られる怒られるよ鼻と、じゃあハイサイおじさんを入れましょうかでも注意が来るよね、注意、うん、要注意。もう全然声が出なくなるはずビビってどうしよう。だからまあまあ楽しみな反面ね、うん、緊張もしておりますが。めっちゃしてるよ。はい、まあ楽しめるんじゃないでしょうかね。あ、はい、頑張りますぜひ皆さん、イオン茶炭店、うん、17時から公開収録って言っていたので、はい、そのぐらいに始まるんじゃないかな。まだ自分たちにもちょっと詳細が降りてきてなくてですね、うんうん、まあそのぐらいには始まると思います。思います。遊びに来てください。はい、まあやん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 言うとりますけれども、うん、言うとりますね。このさっきから喋ってる二人が何者なのかと。あ、そっか、気になるな。うん、気になるよね。教えて。はい、じゃあ言いたいと思います。沖縄に来たら会いたいミュージシャンナンバーワン。私たちはギターと三振の沖縄ポップス3人グループです。名前は琉球テイストを省略してリューティーと申します。普段は CM ソング作ったり生演奏したりと音楽に関わる仕事をしております。パーソナリティはリューティーのギター担当の日賀聡。そして歌者三振担当、ハスキーボイスは風じゃないよ、ザマミソンの観光大使もやっております、ミナミです。どうぞお付き合いよろしくお願いします。よろしくお願いします。それではえい、この番組は明日をもっといい日にしようということで、面白くないことは今日で片付けて、いいことはみんなで喜び、明日を快適にしますという番組です。えい、ラジオへ参加する方法は3つ、メール、ツイキャス、ファックス、FM ギノワンで検索してみてください。 YouTube ライブやリッスンラジオでも配信中ですので、全国から
いえいえ、全世界から参加できます。はい、それでは本日募集しているコーナーを発表してください。よいしょ。だいぶいった、だいぶいった。もう真似できない今のやつ。本日募集しているコーナーを発表します。だだだだだだだ、よいしょ。できてる、できてる、できてる。あ、できてる。はい、1、ふくらしゃらっしゃい。今週の嬉しいことを一行で募集しております。2、メールボックス。今日のテーマは秋が来れば思い出す。オンチ。歌があんま分かってなかったんだ。私たち歌手じゃないんだ。歌どんなだったっけ、ね、どんなだったっけな、分かんない。曖昧のままだったから。こんな感じよ。まあ秋が来れば思い出すやつ。そうだ、沖縄もちょっとずつ秋めいてきましたよね。秋あるの沖縄。え、涼しくはない。あ、ちょっと涼しい。ちょっと涼しいよね。ちょっと涼しいよ、うん、肌寒いよ。だって上着着てるもん。あのザマミの歌姫、夏ガールのあのザマミナミが、うん、上着着ちょん。夏ガールだから寒さに弱いわけよ。私、納得。私は納得です。なんなら皆さんより初めに上着を着てしまうんじゃないかって思うぐらい。寒がりだわけよ。あなたが来たぐらいの時期が秋なのよ、うん、あ、そうなの。う、うん、半袖がいいんだけどね、本当はね。本当はね、はいはい、 夏女ですからね。そうそうそう、まあ、皆さんのところはとっても秋めいてるはずだから。いや、もう北海道はでも雪降ってるんでしょう。そうだ、写真届きました私のとこに。写真、雪の写真、もうさ、別世界の話かなと思った。もうあれ、もうなんていう、白銀の世界みたいな感じ。木が、そう、なんかあのよく写真とかにあるようなこう、うんうん、道の両サイドの写真、木が道の両サイドの写真。間違った。あの、あ、待ってよ、道の両サイドの写真。あんまり見たことないんだけど。違う、木の話してたんだった。あの道の両サイドの木が真っ白になってた。街路樹ね。いや、そうそうそう。道の両サイドの木が、かっこいいね。もう一回言って、もう一回言って。街路樹ね。あ、かっこいいね。こう、かっこいいか、これ。街路樹が真っ白になってる写真が届いたんです。あららら。だからなんかあの違う季節の話をしてんのかなと思って。もうじゃあ真冬だね。真冬だよね。ね、雪ってことは真冬だよね。信じられないね。あ、もうまだまだ、うん、沖縄は一応半袖ではね、いられるからちょっと、そうそうそう、想像ができないよね。そう、想像できないけど、そのじゃあ皆さんとの間を取っての秋の話していこう。あ、いいこと言う。ちょっと調子いいんじゃない。これいいこと言ったの今。ちょっとお土産もらったから調子いいんじゃない。あ、そう、お土産もらったや。あ、後で、あ、後でいいよね、お土産ね、うん、言いましょうかね。え、はい、なんだった今、何の話してるの。テーマを発表する。テーマの話ということで、あのこの2つのコーナーを皆様に盛り上げていただきたいと思いますので、はい、恥かさしないでご参加してくださいね。はい、それでは懸命にコーナー名、うん、そして本文にはリューティーネームを必ず書いて、うん、メールやファックスを送ってください、うん、あの今日はもう収録なので、そうだね、そう、すでにいただいてはいるんですけれども、うんうん、また来週からもね、うん、募集しておりますので、はい、よろしくお願いします、うん、メールは簡単です。 FM ギノワンのホームページより番組表をクリックしていただきますと、リューティーの枠からすぐメールが送れるようになってるんです。そうなんです。突き抜けましたね、はい、そしてファックスでも受け付けておりますよ、うん、ファックス番号098-943-0094、奥屋久志美大久志でお待ちしております。はい、お待ちしております。では大事なやつを南さん、行きましょうかね。お願いしましょうかね。ネタンや、うんうん、噛まないようにね。はい、行きますよ。この番組は菊絵おばあから続く手作り味噌、味噌シフォンケーキも最高、畑の中の小さなお店、菊味噌加工所夢工房の提供でお届けいたします。はい、それでは一曲流してからですね、うん、どんどん今日も番組を進めていこうと思います。はい、一曲目は何しようかな。何する、秋めいてるけどね。テーマが秋めいている感じの、うん、テーマだからちょっと何ね、あるかね、秋の感じ。あ、これだ、南へ流れる雲に。あ、いいね、いいんじゃない、うん、秋はどこからどこに流れてるのかわからないけど、わからん、全然わからない。それをいきましょうか、はい、いきましょう。リューティーで南へ流れる雲に。
そこから見える景色は平和なのかってただ聞きたくて。この金網の向こうに黄色い私はいつ行けるのだろう。南へ流れる雲に話したくなって、ただカラフルなおはようにパステルで広い空の下、真っ黒な海なんてこのキャンバスには似合わない。も簡単にすり抜けてふんわりふんわり山鳩が金網の上で笑ってるさ。ククルトトククルトトロトト連れてってよあの雲にまだ追いつけない。I can't catch crowd steam now. I can't catch crowd steam now. I cannot catch it. When will I go over the fence? では南へ流れる雲にという曲に乗せて今週届いた嬉しい出来事を皆様でシェアしていきましょう、はい、沖縄の言葉ふくらしゃとは嬉しいという意味。あなたに起きた嬉しい出来事を一行で送ってください。それでは今週のふくらしゃらっしゃい、いきますよ。来てますか。収録なのにさ、メールたくさん来てくれてるんですよ。 ありがとうございます。ふくらしゃらっしゃいの方が今日は多いかな。あ、そうなんだね。いきますよ、うん、あらたのママです。あらたのママさん、花屋の店員さんに、うん、この花が終わった後、うん、次に咲かすのは難しいですねと言われたマリーゴールドに、うんうんうん、あ、このだからマリーゴールドの植木鉢を持ってるのか。あ、なるほどね。この今咲いてる花が終わったら次に咲かすのは難しいですね、うん、と言われたマリーゴールドに、うん、たくさんのつぼみができた。花が咲くよ。ちっちゃく聞こえてる。ちっちゃく聞こえてますね。あ、なんかさ、うん、地道に世話してよかった、歌日傘としって書いてて、どういうこと？歌の歌詞が書かれてるんですけど、あいみょんさんのあいみょんさんがね、麦わらの帽子の君が何これ揺れたマリーゴールドに似てるって書いてるから。あ、今さドラマでマリーゴールドってやってるわけ。これの歌なの？これの歌なのかな。わかる？麦わらの、うん、ちょっと思い出せないな今。麦わらの帽子の君が、絶対違うと思う。揺れたマリーゴールドに、うん、絶対違うな。似てるあいみょん。絶対違うな。なんか切ない、切ない、一応なんかあキュンキュンと悲しいが来るような。あ、マイナーコード、あ、マイナーコードで行こう。はい、麦わらの人も変わった急に。なんか人格変わったの。ちょっと勉強しておきます。あいみょんさんね。あいみょんさんが歌ってるんだ。あれ曲が思い出せないな。わかんない自分は。こちらひかちゃん、みなみちゃん、こんにちは。こんにちは。兵庫のシーサーです。シーサーさん、先日の沖縄旅行、天気も良くて楽しかった。イエーイ。ずっと晴れてたんじゃない。あ、なんかさ、うん、あの
秋晴れっていうか最近沖縄すごい天気いいですよね、うん、すっごい天気、ここ1週間雨降ってないんじゃないかなって思うほど天気がいいんだよ。だからシーサーさんたちね3日間ぐらいだった来てたっていうからとっても晴れてたはず、いいはず。スタンプがならない。何なった、聞こえてる、これ聞こえてる、聞こえてますね、チャオシ、はい、あ、分かった、なんでならないのか分かりました。もうそうスイッチだね。わあ、ちょっといつも生放送なんで今やさ、今やさ、久しぶりに、うん、あ、届きました、聞こえる、いいスタンプどんなに押してたからさっきまでなんか収録久しぶりですね。本当だ、超久しぶり、てんやわんやね、うん伝わってると思う、もう皆さんにこちらハイサイカレンのパパです。あ、カレンのパパさん、あ、お、何、年末年始、うん、沖縄に行くぞ、イエーイ、奥間ビーチか金城で年越しの挨拶か新年の挨拶しましょうね。来てくれるの、来てくれる、沖縄来るのも決定なんだ。じゃあそうだね、やったー、そう年末が、うん、沖縄のあれは国神、うんうん、国神ね、沖縄のすごいもうあの北の方なんですよ、北の方ね、このね奥間ビーチで、うん、ビューティーカウントダウンライブ、はい、出演します、します、花火も、花火もあるの、あ、奥間は毎年花火が上がる、私が知ってないだけあ、そう、奥間ビーチのカウントダウンは毎年花火があるんです、うん、あ、そうなんだ、イエーイ、楽しそ そう、花火もあるし、うん、この年越しのなんか振る舞い、あ、いいね、振る舞い酒とかもあるんじゃないかな、超楽しそうさ、ね、もう皆さん一緒に過ごしましょうよ、ぜひぜひ、あの、ね、お近くの方は、お近くって、うん、奥まるお近くってどこになるんだろうね、どこなんだ、泣き人じゃないかな、泣き人も遠いね泣き人でも遠いんだけどねはい、まあ皆さん遊びに来てください。はい、ね、年末年始に沖縄に行くのは初めてです。あ、そうなんだ、年末年始ならではのおすすめのスポット、グルメ、イベントあったら教えてください。はははは、ではまたよ、またや、ありますか年末年始。私ね結構あの流星太鼓にいた時代は、うん、もうカウントダウンから 1,2,3 3日間ぐらい忙しくて、あの、あ、そうかそうか、結構ねあのこうエイサーって演技がいいから あちこちで踊ってたんだけど、獅子もあるもんね、獅子も、そう、獅子が特に呼ばれるかな、うん、で思ったのが1日北部の方セミ鳴いてるよこれあの流星太鼓あの首里にあるんですけどね、みんなで車で移動して窓開けて、え、セミ鳴いてるよ早くないかって言ってみんなで言ってたの。いや早くないかっていうか、あれでしょ、うん、あの冬眠が遅くないかだよ、潜ってないんだね土にねもうそれか土に潜っててもあったかくて出てきちゃうのか。そうだよね、セミってね1週間のね、うん、命ですもんね。そうそう、普通にめっちゃくちゃの量のセミが鳴いてたよそれを楽しんでいただければとおすすめのスポットまあ、あの木がいっぱいあるところに、うん、そうだね、街路樹がいっぱいあるところに街路樹はちょっと少ない感じするけどね。あ、少ないか、そっか、まあまあまあ、まだ夏ちょっと感じれるんじゃないかと、うん、あ、そう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 、結局ね年末年始に夏を感じるっていうのもすごい話だけど、ね、本当よ。こちらおはようございます、い、八王子ウチナーハーフの嫁です。はい、ウチ嫁さん、あー寒い。さてふくらしゃですが、うん、先週の人間ドック、はいはい、バリウム飲んできたよ、まずい身長体重は去年と変わらずあ、そうなんだ、心電図血圧も正常、あ、よかった、最後の問診も、うん、何も問題なしとのことでした。素晴らしい、やったー、おいしくビール飲めるぞあ、でも血液検査の結果は 2,3、うん、週間後にやってくるから、あ、そうなんだ、引き続き気を引き締めます、はい、ではまたやー、またやー、うち嫁より。いやでも大事だね検査行くのはね。いや、あなた行ってないって話してますよ、うんうん、私はね行ってないんですけど、大事ですね、何年行ってないの、え、何年、あ、うん、パートをしてた時代はなんかこうあったわけよ、受けてください、うん、心電図でもバリウムとかは飲んだことない、心電図と血液検査と問診だった。ここ何年も行ってないでし
ここ何年も多分あれは何年前でしょうかね。まあ、あれ 3,4 年前ぐらいですかね。ミラが生まれる前なので4年前ですかね。あ、そっか、あ、そうだよね、うん、あ、出産の時にはそうそうやるから、そうそうそう、あ、じゃあ自分も出産したら検査してもらえるのかな。まず妊婦になっていただいて。妊婦、一応昨日いっぱい食べたよ。あ、本当、うん、あ、じゃあもう普通の人間ドック行ってもらっていい。お腹張ってるかなって気はするけど。あ、そうなの、たけちゃんねそれ。あ、ありがとうございます、はい、こちら会員番号58番金沢の旅人どんちゃんです。あ、どんちゃん、あ、こちらも健康系の話ですよ。お、脳の MRI 検査異常なし。すごい、脳まで調べるのね。何もなくてよかった。先月から頭痛が続いていたので、うん、そうなの、脳神経外科へ行って MRI 検査を受けてきました。あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。大丈夫ですか？でも怖いね、頭痛はね。まあ異常なしだから良かったですね、うん、よかった。なんか若い人でもなるっていうさ。何？脳のなんかいたんだけど、後輩に急に倒れて、うんうん、あ、そうなの。なんか脳梗塞と、なんだった、脳梗塞脳梗塞と、なんかあったよね。なんかあるよね。なんかあの急になるやつでしょ。そう、血管が詰まるやつでしょ。切れたり、うん、なんか出血を起こして倒れるようなやつとか。なんか若い人でもなるってから気をつけんといけんねと思った。ちょっともう健康には気をつけないといけないお年頃なので。あ、そうですね、うん、私たちね。いや私特によ。あ、そうですね。私特に、だってあの健康診断的なものをやったのは、うん、高校生が最後だね。だいぶさ、それやばいね。それだいぶだよ。行こっか。そう、うちらの仕事ってないじゃない。あの、うん、会社から強制的にね、うんうん、検査受けましょうねがないから。ないね。行かないよね。行こっか。ね、行った方がいいと思うよ。食生活もね。うん、よし牛ばっかりだしね。あらららら。あ、でもお肉食べてる人は長生きするっていうから。あ、だだ大丈夫だ、また大丈夫だ。あ、ちょっと撤回するので検査行ってもらっていいですか。ありがとうございます。今週のふくらしゃらしゃ以上です。アイニフェーデビル、週末金曜日、皆さんのハッピーを聞いてあなたも今日がいい日になりますように。では一旦 CM です。作る味噌シフォンケーキ、八重瀬の夢工房。今日はいい日、明日はもっといい日、その1。リューティーの日賀さとしと南が FM ギノワンから1時間収録放送でお届けしております。お届けしております。今日は今ちょうど我々はですね、うんうん、イベントのリハーサル中ですね。あ、そっか、この時間ね。この時間は、うんうん、そうだね。なので今日は収録なので、うん、だからさ、ツイッターが絡めないのよ。あ、だからこれが寂しいんだよね、収録になるとね。そう、もう今までの私たちの会話でツッコみたい人いっぱいいると思うんだけど。あ、ツッコミどころあった？ノーなんとかで、うん。ノー年齢がやばいからですよね。あ、そう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 。それはね、そうそうそうでいいの、それは。そうそうそう、自覚している。違うよ、南さんのこれノー年齢じゃないのよ。何よ。これ生まれつきでしょ。何が？この中天然とか。私だから天然じゃないんだってば。天然ではないんだけど、あのせっかち、あのおっちょこちょい。ああ、せっかちをでもあんまり違うな。おっちょこちょいと天然は違う。あ、違う違う。おっちょこちょい、あ、そう、ドジは多いけど、天然ってあれでしょ、なんか、うん、おっとりしててから発言がさ、ちょっとあのユーコリンみたいな感じでしょ。コリン星から来ましたよ的な。まあまあ、あれはまあ作られた天然ですけど。でも今でもおっとり喋ってるよ。あ、本当？なんかあれでしょ、話がちょっと通じない系の方じゃないの、私が思ってるのそれなんだけど。あ、そっか、そっちが天然系というのか、うん、もう私は全然天然ではないので。あ、ドジなんだ。ドジなんです。本当にちょっとあの脳と
低の神経が同じじゃないと思ってる。もう自分のね、ごめんなさいね、これはもう勝手なイメージだけど、何でしょうか、ドジって言われるよりは天然って言われたい。分かった、じゃあ分かった、可愛い言い方あるから、おっちょこちょい、うりうり、おっちょこちょいね、おっちょこちょいでいこう。あ、おっちょこちょいだね。おっちょこちょいでお願いします。おっちょこちょいの南さんと、うん、あ、かわいいさん、うり、ディーティー日がでお届けしております。じゃあコーナー行きましょうかね。はい、行きましょう。早速こちらのコーナー、えい、ビューティーのメールボックス1番。それではメールボックス1番覗いていきましょう。はい、本日のテーマは秋が来れば思い出すねですね。あ、さっきので懲りてなかったんだ。もう一回行くんだ。うん、なんかもう懲りないみたい。チャレンジャーだよね。うん、全然行くはず、このままで。いや、いいと思うね、向上心っていうか。そうよ、そうだよ、うん、自分はもう、まあ、歌いもしなかったもん、なんで入ってこないなと思ってて。まあ歌わかんねえなと思ってて。あ、いいよいいよ、間違っててもいいわけさ。じゃあ行きますか。はい、お願いします。はい、じゃあこの方から行きたいと思います。はい、日賀さん、みなみさん、そして今日はたけちゃんさんもいる。みなさんこんにちは。事務所からな、とある女子です。あ、事務所からとある女子さん、 あらまなみんさんからね、さっきメールいただいたんですよ。バラしてるさ、もう言っていいんだ。内容によるな。言っちゃったけど、いくよ、はい、秋が来ると思い出す、うん、沖縄は秋の期間すごく短いですよね。確かにね。ね、数年前少しだけ東京に住んでいた頃、あら、井の頭公園というところに遊びに行くと、いいね、あそこね、あったね、どんぐりがたくさん落ちていて、あ、テンションが上がったのを思い出します。はい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 、沖縄では見られない光景。しかも井の頭公園の近くにはあのジブリ美術館もあるので。行ったことない、行きたい。行ったことない、行けばよかった。行きたいのよ、行きたい。大好きなジブリの世界にいるようでした。ちなみに私は寒い季節が好きです。あ、ではではということでいただいてますけど。そう、そうなの、井の頭のところにあったの。そう、行ったことない。でもね、自分は、自分もジブリ大好きなんですけど、うんうん、自分が東京にいた頃はなかったの。なかったんだ。そう、帰ってきてからできたから。そうなんだ。そうなんだよね。私がいる時あったんかな。あるはずよ、十何年か前。あるはず、あるはず、11、2年前ぐらい。あるはず、あるはず。あ、違うか、10年前だ。あるあるある。ある？本当？行けばよかったな。めっちゃ行きたくて、本当はね。ね、行きたいな、いつか行きたいな。この前ジブリの美術館って沖縄に来たじゃない。そう、来てた来てた。あれも行きたかったけどね。そう、行きたかったけど行けなかったな。なかなか行けなくて。そう、うちのミオンは児童館のお友達と先生たちと行ってきて、でなんか帰りにね、やっぱりグッズが売ってるみたいなのよ。そうだね。でもあの、私たちお小遣い持たしちゃダメって言われてるから、なんかあったんでしょうね、買いたいのが。ずっとね、今日今度は家族で行こうよ、家族で行こうよって言ってる間に日付が超えていて、かーって最終的に、はぁ、買ってほしいのがあったのに。私はやっぱりかと思ってたけど、やっぱりね、でしょ、それでしょ、目的はって思ってたけど。でもなんかこの、なんていうの、この攻めてき方が可愛いね。可愛いでしょ。家族で行こうよね、楽しかったよ、まあまあ、猫バスふわふわだったよってから、はい、行きたい、ママも行きたいって、ね、ね、行こう、行こうよって言ってる間に、日が過ぎました、ミオン終わったみたいよっつってから、はぁ、買ってほしいのがあったのに。感づいてはいたけど、ね、私感づいてはいたんです。あ、だでも言ってくれたら自分一人でも行って買ってきてあげたよ。あっさ、間違う、きっと選びたかったんだよ、ミオンは。あ、そうなの。そう、いや別にムービー回すよ。右から進んでいきます、ストップって言ってくださいとか、ムービー回しながら、これこれこれって。あ、これね、オッケーオッケー。いや、もうそんな感じでね、まあ、私たちも行きたかったんだけど、ね、行きたかったですね。どうしてもね、入ってたよね、何かしら。そうそう、うん、ね、終わっちゃって、終わっちゃって、もうでも行きたいね、井の頭公園のとこに。井の頭公園はさ、桜が綺麗なとこでしょ。そう、桜も綺麗だし、電車から見えてるやつ。そう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 、ね、見た見た。あともう今は紅葉でしょ。うわー、すごい。もうだからどんぐりとかの季節だよね。本当だね。どんぐり見たかな、私。
東京でどんぐり見たことない人、どんぐりさ、あら見てないかもしれない。あらもう何してたんだろう。どんぐりコロコロ歌えないじゃん。歌えるわ。歌えないもん、だって物を知らないんだもん。うん、絵では知ってる。絵では知ってるんだよ私は。絵でね。あのトトロのね、あのやつで憧れはしていたけど、トトロのね、なんかどんぐりいっぱい落ちてくるさ。あれ だったそう、あの新しく引っ越してきて、この古びたお家を探索してたらコロンって一個落ちてきて、それをメイちゃんが拾いながら、メイちゃんだね、メイちゃんのメイちゃん、そう呼ばれてるよ。そうよ、メイちゃんを呼んでるばあちゃんね。あ、こればあちゃんか。あ、こればあちゃんよ。あ、メイちゃんじゃない、近所のばあちゃんだから。いいいい、メイちゃんの妹の方ね。妹の方ね、うん、ああ、うん、ちっちゃい白いふわふわのやつか。あ、トトロのちっちゃいやつね、あれね。あんなに通じないかな。もう一回見てみようかな。もう一回見てみて。そう、あれでは見てたけどね、行ったんだね。いいね。あ、いいな。ありがとうございます。ありがとうございます。マナミンさん、マナミンさんに。事務所からね、事務所からね。事務所からのとある女子さんに。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとね、うん、無駄話してたら時間過ぎちゃったので、あ、そうなの？一曲お届けしましょうかね。お届けしましょう。何しようかな。もう今どんぐりとか秋の話をしてるので、うん、さっきは南へ流れる雲にでしょ、うんうん、もう一個じゃ秋っぽいのを探します。そうだ、秋っぽいのがね必要よやっぱり。よし、見つけたの。うん、秋がなかったから、あのオールシーズンいけるあさとやゆんた。よっしゃ。お願いします。いいと思います。行きましょう。荒垣南であさとやゆんた、また会いに来るよ。味噌シフォンケーキ八重瀬の夢工房。今日はいい日、明日はもっといい日、その1、リューティーの日賀里と南が
パソコンやスマホなら全国で聞ける FM ギノワンから収録放送でお届けしております。お届けしております。さあ南さん、はい、さっき小包みが届いてて。そう届いてたね。そうなんですよ。しかも北海道から、北海道のハスカップさんから。そうなのよ、もう嬉しいんですけど、この前もさとってもいっぱいもらったのにね、うん、あれでしょ、なった白い恋人 の、あれなんていうの、カンカンデザイン、カンカンの、カンカンのデザイン、パッケージ、何デザイン、あの蓋のね、うん、蓋のところにこうくり抜きがあって、 そこにミオンとミラのうちの娘たちの写真バージョンで、自分たちの写真ね、うん、もらって、あららら、あっさびような、もうありがとうございます。そして今日も届きました、うん、はい、中身を開けました。うん、まあもちろん白い恋人も入ってたんですけど、うん、もう一個ね、うん、焼きとうきび。焼きとうきび初めて見たよ。自分も初めて見た。これは醤油の風味が香ばしい、うん、読めないどこどこさんとうきびのフリーズドライ、みえいさんかな、びえいさん、わからんな。まあまあ美しいところなんだろうね。美しいところよまああのねこれパッケージの上にさかっこいいこと書いてるよ、うん、食卓に大地を、北の大地、なんかいいねもう私はこういうのはね我慢できないよ。これ食べたい、本当に美味しそう、うん、いいよ、開けて、もう開けて食べましょう。開けてボリボリはしてちょうだい、うん、もう、あーやばい、なになに、匂いして、匂いして、やば、超美味しい、美味しいに決まってるじゃん。あ美味しいに決まってるじゃん。あ、めっちゃ好きなやつ。え、行って、一個行って。いいこれ、うん、あ。絶対美味しいさ。自分も行く。一粒じゃなくてもいい？あ、いいですよ、いいですよ。三つね。これ匂いやば、もう。美味しい。これまあ醤油のね、焼き醤油の匂いだよね。あのさ、コーンの甘みがちゃんとある、美味しい。本当？あ、めっちゃ美味しい。では私も行きたいと思います。トウキビのこれフリーズドライです。いただきます。うんま、やばいねこれ、これ美味しいよ、これなんか常に食べとける。こんなん5秒でなくなるよ、これなくなるよ。え、こんなの売ってるんだ。やっぱ北海道ね、美味しいのがいっぱいね、うん、なんか本当にスイートコーン、うん、甘い、甘い、美味しい。ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。もう今日食べながら進めましょうか。そうだね。いいの？いいんだったらいいよ。いいんじゃない？今日はまあ収録だし、いいね、ね、ツイッターの皆さんとも絡めないから。あ、寂しいからね、うん。お菓子食べながら。コリ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 鳴らしてかな。それでいいんじゃないかな。はい、よし。じゃあ、うん、コーナー行きましょうかね。あ、行きましょう。コーナーですよね、次ね。うん、きっとそうだよね。収録だからさ、ちょっとせんやわんやしておりまして、うん、きっとそうですよ。ではこちらのコーナー、ビューティーのメールボックス2番。それではメールボックス2番を覗いていきましょう。はい、本日のテーマは秋が来れば思い出す。はい、入ってきたねなんか秋で思い出すことあります？秋で思い出すこと、うん、南さんはあります？秋で思い出すこと。秋ってこの11月とかでしょ。あ、鳴らして食べてるなこのさ、高校生とか中学生とか制服がある期間、あ、食べながらっていいのどうぞ。そうやってこのあのこのさシャクシャク聞こえるなこの時期って沖縄だけかな、衣替え11月。あ、この時期でしたっけ。制服の衣替えは11月だったわけよ、私の記憶で。あー、夏服冬服があるさ、うんうん、でね、この11月の2週目ぐらいだったわけよ、ちょうど今ぐらいが夏服着てもいいし冬服着てもいいし、この週終わったらもう冬服よっていう時期があって。ああ、なるほど。で、私あの山形に友達がいたわけ、うんうん、あのメール友みたいな女の子の、あのちゃんと会ったことあるよ、この違う、もう
何衝撃的ですよ。学生の頃にメールがあったっていう。あったあった、ガラケーだったけど。いやもうポケベルがやっと出てきた時代だから。もう高校生の時はみんなガラケー持ってたよ。うん、持ってた持ってた。時代だね、時代だね。でね、このどこの県だったかな、茨城かな、うん、に芸能祭があって、うん、私たちハイバル高校はこの沖縄代表で行って、ああで、あのよさこいとかいろんなも地域の方の、うん、あもういろんな県の方の芸能をやるっていう、うんうん、でその時にあの最後の懇親会みたいな終わってから、で私一応部長だったからなんか挨拶したわけよ、舞台で、うん、でその後に山形の子が来て白い恋人食べ始めた、このお兄さん喋る気なしだな、まあ、いっかでさ、女の子が近づいてきて、メール交換しようって言ってくれたわけ。沖縄の知らない子、知らない子、私がスピーチして芸能であのステージ上でもハイバル高校です今からやりますみたいな、うん、でその時さ沖縄台風来てて、うん、私たちが茨城に来たら台風がついてきたわけよ。だから皆さんにお客様にすいませんね、台風連れてきてっていう話もして私たちのせいではないですよって話をしながらやってたから、女の子が来て、あのこの子は山形県代表の高校生が来て、メール友なりたいってメールやり取りしてたわけよ、うん、でこの11月の時にさ、沖縄の制服見てみたいって言うから、あのその時ちょうど夏服着てたわけよ私。ああ、はいはい、で友達に写メ撮ってもらって送ったから、え沖縄って冬服ないのって言われたそう思われますよね、それはね、あの寒い地域の方からすれば南半球だからっすね。あ、山形の制服が来た時にはすっごいもう防寒対策が整った服を着てたわけよ。もうカーディガンもうガッチしきて。そうだよね。あ、そっかと思って、それでなんか、あ、秋は本当は冬服なんだなって思ったのが高校生でした思い出でした、はい、いいもん十分食べたでしょ、もう私が喋ってるの。いいじゃん、はい、姉さんも一個、はい、うん、喋りたいからじゃあじゃあ、うん、皆さんの、うん、そんな秋の思い出、うん、はいはい、秋のちょっと木枯らしが吹いて、ふひゅー、あ、寒そう、そんな時の皆さんの思い出、うん、聞いてみる、聞いていこうかな、ね、なんかちょっと違う番組になってる誰ね、行こうかな、あ、じゃあ行くかはい、この方、ひがちゃん、みなみちゃん、こんにちは。金沢の旅人どんちゃんです。どんちゃん、みなみちゃんがフェイスブックに上げていた金具すくの写真、多分同僚だと思うんだけど、うん、福岡から来ていませんでしたか。あのどんちゃん紹介したよって方、これ先週話したやつ。そう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 、あの金具すくに2人でね、2人でいらっしゃってたよね、うん、どこから来たって聞いたっけ。福岡って言ってた気がする、聞いてるよどこからって。そうか、そうかもね、あ、言ってた気がする、福岡って。そうだね、言ってたかも。なんかね、この方が言ってたのは、自分がどんちゃんを金具すくに連れてきたと、うんうん、そうで、その時に演奏してたのがリューティーだったって。あら、で、その後どんちゃんの方がハマってリューティーファミリーになり追っかけてるよ自分の同僚がって言ってらっしゃいましたそう、それで自分たちが、あ、どんちゃんですかっつったら、うんうん、どんちゃんかどうかはわからないって言われたけどねそうだよね、うん、かなと思って、多分そうだと思う。そうだよね、ひ、うん、がどんって名前でいないもんね今ね、今ね、そうよね、そう、でもなんか今東京にいるよとか言ってたから、どんちゃんじゃないっていう話をしてたわけよ、多分それだよね、二人の方と写真撮ってるやつね。そうそう、うん、さて本日のテーマ、秋が来ると思い出す、歌詞変わってる気がするな、まあいいか、クーレバじゃなかった、あんまいいか、わかんない、まあどっちも来てるからいいんじゃん、どっちも来てるか昼休みの終了時間が迫ってきたのでやめておきます。見して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 通りで文章が短いと思った秋が来ると思い出すですが、うん、昼休みの終了時刻が迫ってきたのでやめておきますおい、ちょっと話聞かせてよ。こんなの、こんな文章、自分来年の秋にこれ思い出すよ秋が来ると言おうとしたのにやめたみたいなねあららら、もう皆さんあれですよ、もうね、うん、秋が来るとね、うん、もう思い出しますよ。何を。
自分も秋が来ると思い出すエピソード1個あるんですよ。あ、何ですか。まあ11月、まあ、12月もさ、うん、12月も秋に入れていいの沖縄は。私は入ってるのに。1月と2月でしょ沖縄の冬って。そうだよね、私の感覚そうよ。もう3月からも暑くなってくるよっていう気持ち。そうだよね、そうだよね、うんうん、12月にね、うん、まあまあこれはまあ若かりし頃なんですけれども、うん、まあ12月もはちょっと涼しくなってきたねっつって、うんうんつって、まあ12月だからなってみんなで話しながら、うんうん、じゃあさ海行こうぜ。12月12月に海に行ったんですよ。12月に、まあまあ、はいはいはい、高校生ですよ、うんうん、でね12月にね、うん、もうこれまあ時効だからね、うんうん、今だからまあ危ないなって話なんですけど、うんうん、12月にこうみんなで泳ぎに行ったんですよ、うん、寒そう。で水温も確かめずにテトラポットからみんなで飛び込んだ、うん、恐ろしい。冷たいのね。でしょうね、超冷たくて。でしょうね、もうさもうガチガチ震えるぐらいだけ。でもうでもさちょっと震えてるから、まあ、今危ないよ、危ないんだけど、うん、震えてるからもう寒い寒いって上がろうとしてるけどなかなか上がれなくて、え怖い、やばいやばいって言ってやっとみんなで上がって、うん、いや寒かったねでテトラポットにパッて座ったら、うん、サメ出没注意って書かれてたわけ。怖い。危なダメよこんなことやったら。これチャタン方面で泳いだでしょ。ギノワン川、ギノワン川、うん、あっち側に出るらしいよねサメね。そうなんだ、知らなかったよ。あっち側が結構出没目撃情報、そうなんだ、出てるよ。ダメだよ、絶対ダメ、危な、こんなことしないで。なんで。危険ね、やっぱ高校生のやることは。やっぱさ、うん、あれよ、なんか沖縄も昼は暑いと思っても、うん、水温は超冷たい。あ、やっぱそうなんだ。あ、冷たい冷たい、風もね強くなってきたりしてるしね、うん、11月はまだ大丈夫だよ、まだ、まあね、まだ大丈夫だと思う全然、うん、泳いだって去年私11月泳いでたもん、うん、全然大丈夫よ、うん、自分たちが行ったのは12月だったんで半ば頃だったんで、あーもうクリスマス間近さ、そうそうクリスマス間近。うん、じゃああれだよ、まあ、あの県外の方からしたら冬だよそれは。でもさ沖縄のクリスマスは半袖でいられる日もあるからね。あるからね、不思議ですよね、うん、まあ今年は暖かい方でしょ。なんかそういう人いたよね、去年の今頃もっと冷えてたよっていう方いらっしゃったよね。いやいるけど、これでもいつも毎年思うけど、うん、みんな言うじゃない、うんうん、去年寒かったよねとか、うんうん、言う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 、本当かなって思わない。感覚がおかしいのかなって思ってくるよ、ね、じゃあまあ、うん、なんていうの、まあ毎年ほら、うんうん、思い出したらもう思い出せないもんだから、うんうん、今年がちょっと異常みたいな感じをね、うん、思ったりもするけれども、でもやっぱり泳いでたから私。まあそうだね、うん、めっちゃタンクトップで泳いでたから。あ、スポーティー。ああ 中は水着着るけど沖縄人脱がないさ。あ、必ず私も中は水着だけど短パンと T シャツかノースリーブで泳ぐわけ。あ、そっか、そうそうそう、あれはなんで恥ずかしいから。あ、脱いだ方がいいよ。うん、恥ずかしいよ。あ、全然恥ずかしくない、あの泳げなくなる。恥ずかしくて全然恥ずかしくないよ、うん、みんなオープンで行こうよ。嫌だよ。ダメだよそれは。いや、そんなことないって、子供の時から T シャツ短パンで泳いでますから私。あ、そんなことないって。確かに T シャツ焼けは嫌よ袖の、そしたらもうノースリーブでいいわけ。違うの違うの、やっぱもうほらあの高校生とかからしたらやっぱり、うんうん、もうシャツを着てるのはちょっと違うのよ。いや、まああれは、海はそれはもう観光客を見て楽しんでいただいて。いや、まあまあそれはもちろんそれも楽しめるけれども、うん、違うのよやっぱ地元の方のね。あ、そうなの、あのそういうのもね。、うん、沖縄の人は、ああ、あの人泣いちゃうんだね、服着てないからねってなるんだよ。あ、そうなんです。そうそうそう。いや、みんなね期待してるんだよ。一回やったことあるんだけど恥ずかしかった、とっても。全然、女の子4人でやってみようって勇気を出して。そんなに勇気のいることなのこれ。そしたらもう基本手でさ、こう皮膚を覆ってから、なんか手で皮膚を覆うって何。お腹とか出てるさ、一応ビキニのズボンは私脱がんかったよ。ああ、上だけしか脱がんかったけど。もう恥ずかしいわけよ。もうさ、なんか手で体をこう覆って、
皮膚をね隠してなるべく手で皮膚を覆うって何なの。なんか肌が出てる部分をなるべく隠して全然泳げなかった。もういいもうつけていいっつって。まあ、恥ずかしいんですかね、恥ずかしいんです。信じられないけどね。CM 行こうかな。あ、行くよ、みんな行こう。あ、待って、どんちゃんの、あ、どんちゃんの、はい、はい、ありがとうございます。それでは一旦 CM です。君の心に溶けて手作りのお味噌をシフォンケーキで優しく包む聞く味噌加工を醤油味噌屋が作る味噌シフォンケーキ八重瀬の夢工房。今日はいい日、明日はもっといい日、その1DUTYの日賀聡と南井が FM 宜野湾から収録放送でお届けしております。はい、お届けしております。もうエンディングのね時間になってきましたが、うん、本当だね。そう、やっぱり告知をね、告知が、そうそうそう、告知しましょ う、いくつかあるのでやっちゃってもいいですか、うん、やろうやろう。 DUTY の、うん、ブログにまだちょっと書いてはいないんですけど、うん、今週日曜日、はい、17日ね、日曜日ですね、うん、イオン茶壇店で、はい、ラジオ沖縄さんの公開収録、うん、公開収録があります、はい、ヒープさんの番組ね、ね、楽しみ、ね、ダーティービューティーのヌーソーが、うん、楽しみだけどやっぱり緊張するな。あ、そうなんですか。だってあれだよ、いつも公開収録の時はタケちゃんいるわけ。私3人バージョンでしか立ったことないから。そっか、そうなの。それでね、持ち時間とかもまだ聞いてなくて、何曲やるのかなとか、何歌うのかもね、わからない、まだ、ね、まだ詳細が自分たち降りてきてないので、うん、やっぱり花とハイサイおじさんなのかな。花とハイサイおじさんやっちゃう。あなたこの日ね、うん、ゲストに木梨昇吉さんもいるんですよ。あれれれれれ、これ毎回私たちね、ウィーディングであろうが、あのオーシャンスパさんであろうが、どこでも歌ってるのにね、どこでもね、もうお世話になってますからね。お世話になってますね。できないか。だからほら、本物が聴けるかもよ。あ、そうだそうだ、ね、う、何の曲やるかわからないけど。あ、そうだね、本物が聴けるかもしれないね。あ、いいえな、デージナタン。いや、緊張しますね。緊張する。まあ、うちらがどんなに MC で滑っても、うん、ヒップさんが拾ってくれるから。あ、ヒップさん任せでいきましょう。お任せコース、お任せコース大丈夫ですよ、うんうん、お願いしよう。うちらはもうサマーサマーしとけば。11月ですが暑いでしょっつって。暑いでしょ。いや、どうせ暑いよ。はい、あとですね、カウントダウンライブもリューティー決まってます。はい、カウントダウンは12月の31日31日ねですね、大晦日、うん、国頭村、国頭のですね、うんうん、奥間ビーチ、はい、奥間ビーチのカウントダウンライブにリューティーも出演し出します。しますよ。で、あれも出るのかな。あ、流星太鼓も出ます。お、流星太鼓も出るんだよ。流星太鼓はもう二手に分かれてホテル。あ、そうなの。いつもオーシャンスパさんでカウントダウンしてるんだけど、うんうん、去年から奥間ビーチのホームにも呼んでもらえるようになって、二手に分かれてきますので、すごい、うん、だからエイサーも見れて、そう、獅子も、獅子も、獅子も見れて、沖縄の音楽でイーアサーさんもして、チョンダラーズさんもね、そう、出るからなんかアクロバティックなやつが見れますので、ね、そう、うん、ぜひ、なんかね、もう年越しだから、うん、年越しの振る舞いそばとか、うんうん、お酒とかもあるんじゃないかなと、うんうん、楽しみ。でもこれはでも勝手に思ってるだけだけど。あ、勝手に思ってんだ。あ、そうなの。いやいや、毎年あるんですよ。あ、ほんと、ね、今年もあるんじゃないかな。いや、楽しみだな。花火もあると思うし。あ、見たいね。はい、うん、ぜひお近くの方は遊びに来てください。どこかな、噛んでるし、近いのどこかなと女さんは近いよね。うん。1時間かかるよね。でもね、かかるよね、かかるかかる。遠いな。いや、でもなんかさ、せっかくだから、うん、せっかくのカウントダウンだから、
そうだよ、あんまり普段行かないところに。そう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 、ね、沖縄出身の方もぜひさ、うん、来てほしいよね。あの詳しい情報 RYUTY リューティーのホームページ、うん、ね、ライブ情報に載せておきますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。それではいつものあれをいきましょうか。南さん、あれは生放送じゃないけどラジオの皆さんもラジオの前の皆さんもお願いします、はい、いくよ、せーの、今日はいい日、明日はもっといい日。お相手は南と日賀さとしでした。来週は生放送、うん、生放送またやー。